ペンの重さやな。ストレッチしたら結構肩甲骨周りが柔らかくなったので、鎖骨周りのリンパを流そうかなと思います。じゃあこちらのユーフィットのリリースポータブル、これめっちゃかっこいいんですよ。じゃーん、これでここの周りを流す。ここ老廃物ここから流れるので、顔むくんでる時とか、うん、なのでこうやっていきたいんですけど、実はこの間岩盤浴に行った時に、もうその時もう本当に辛くて、体がマッサージしてもらったんですよ。でそのマッサージしてくれた方がめちゃくちゃ上手で、でまあいろいろもうこの辺が辛いとか言いながらやってもらってたんですけど、あなたの場合はここが詰まってるって言われて、ここの鎖骨ですよね。でもう、まあ、肩もだいたいさマッサージってうつ伏せでこうやってもらうけども、仰向けでもうグーってやられて、でめちゃくちゃスッキリしたんです。なのでこの鎖骨周りを流すのって本当に大事なんだなと思ったんです。その時に老廃物が出ていく感じ、尿の色が濃かったりとか、その後こうまあちょっと楽になったりとかして、もうここだけじゃなくって、この鎖骨周りってすごく大事だなと思って、これでやっていこうと思います。はい、これはセルフでいろいろねマッサージができるマッサージガンです。あ、そうそう、こんな感じでこの部位はこのアタッチメントでっていうのが書いてありますね。今ちょうど血流がいいので流します。ここを押したら、一応5段階の強さがあるけど、2ぐらいでしますよ。ここ、あ、3やな。あ、優しい。なんか全然痛くないし、こんな感じでこっち側に流します。どう？この辺の筋肉ほぐすと本当に
ここ肩がクッて入ってたのがこう開くので、内巻き肩も良くなります。私特にこっちの右がこすごいのよ。あとはこっから続いてるこの肩のらへんとかも凝ってるので、全体的にほぐします。あーいいわ。ここね、ここもうあなたの場合ここが凝ってるのよってマジで言われましたからね。いやでもあれでだいぶ助かった。本当に年明けてからしんどかったのでちょっと声震えてるねこれ。それでね、あここってすごいケアするの大事なんだなと思ってこれを使ってます。あー気持ちいい。いいだー。おぉ、いつもだったらゴリゴリ言うんですよ。全然言わない。この顔用のアタッチメントで、ここの後筋、噛む筋肉、耳の下のとこもやります。うん。あ、でも1がちょうどいいかな。2以上にしたら、おえってなりますね。なので顔周りは本当に1が最適なんじゃないかな。私も軽い顎関節症なので、ちょっとここもケアしたいですね。こめかみとかにもいいみたいですよ。あーでもこのなんていうの、こめかみあたりのこう、わかります、この目の筋肉っていうの、そのあたりめっちゃ気持ちいいです。うん、1は本当に優しいので軽くこうタッチされてるような感じなのでちょうどいいです。優しい。これは、色がさ、グレージュの色ですごいかっこいいんですよ。だから男の人が使ってもいいし、こういう袋付きなので持ち歩けるし、本当に手のひらぐらいでしょ？毎日お仕事行く人は職場とかに置いといてもいいですし、なんか例えば登山とか、なんかすごく歩く旅行の時とかは、旅行とかにも行ってもいいし、こんな感じで家で時間があるときに使うのもいいと思います。あ、めっちゃちっこい。めっちゃちっこい。ほら、そもそもさ、うち物が多いし、でこの子たちがいるからホコリもめっちゃたまるし、それでやっぱり思ってた以上に家事がね長引く。
で、ということでお昼になったので、今日のお昼ご飯は雑穀米と昨日の残りのとろろと昨日の残りの、これはなめこです。なめこの味噌汁と、ね、目玉焼きじゃない、ゆで卵と大根キムチです。こんな感じです。で、これに無限やみつき海苔をかけてみようかな。こっちにかけてもいいか、ご飯にかけてもいいかなと思います。はい。で、欲しがるのでポテちゃんが欲しがるので入らないようにこの網を置いて、ちょっと向こうに行くとね、くれくれがすごいので、最近はもうここで立って食べています。やば、回ってなかった。海はこんな感じで、美味しい、聞く。結局2時間ぐらいパソコンとにらめっこしてました。デスクワーク終わってすぐケアできるのはいいですね。疲れを残さない。久しぶりに島村で買い物しました。じゃん、スカートです。黒のね、スカート買ったんですよ。こんな感じのチュールスカートです。結構ほこりつくな。チュールスカート L サイズ1969円です。522-0033、あ、違う、0933です。なんかね、チュールスカートすごい多かったんですけど、この若者コーナーにも何着かあって、こういうタイプの中にしました。やっぱちょっとお尻をガーって通すときにここのゴムがきつかったので、私は L にしました。仕立てとしては中がポリエステルかなんかの1枚スカートあって、上からこのティアードになったチュールが、パルグループのドゥドゥで、去年からね、こんな似たようなスカート可愛いなと思って狙ってたんですけど、やっぱ高いから、1万以上するから、そんなに着ないんだったらいらないかなと思ったんですが、島村価格であったのでっていうのと、あとやっぱ一番黒が高見えする、プチプラのジャンルだと黒色っていうのが高見えっていうか、なんていうのかな、そんなにやっぱり高見えするから、それなりに見えるかなと思って購入しました。こんな感じで上ルーズで下ふわっと合わせても可愛いと思います。その前にやっぱウエスト痩せなきゃなっていうのが切実っていうのが感想ですね。Thank you.
Ah!